高専の方々ですね。彼らはこう言ってしまうのはなんですが、制風狩りなんて言葉があるくらいで、西高の生徒たちに目をつけられてるんです。神城バトルライブが始まる前からああいった関係性が出来上がってしまっているようです。なんだか気の毒ですね。そういう意味で最も不気味なのは夢が丘希望学園だな。ポジティブ詰め込みました。名前の割に良くない噂たくさん聞きますね。どの生徒も第一印象は文句なしの優等生なんだよね。成績が一歩届かなくて天魔義塾に入学できず、身体能力の基準を満たせなくてマーリンズにも入学できず、そういった生徒たちが在籍する学園だ。偏見は良くないが、他校への妬みとそねみを原動力にしているようなもの。バトルでは残虐な真似を平気でしてくるぞ。強豪の一角が。冷戦学院、大企業剣崎重工の支援を受け、莫大な資本を背景に高レベルの教育を受けて、文句なしの強敵だよ。生徒会長の剣崎アリスは、まだ1年前、剣崎重工会長の孫娘にして、レースのトップだった。またお会いしましたわね。先ほどはお世話になりました。しかし、なぜこちらに？そんな…私は運命の二人が戦わなくてはいけないなんて、なんて残酷なんですの！失礼、すみません。うちのお嬢、ちょっと思い込みが激しいもんで。ほら、よそ様に迷惑かけないでください。ああ、ちょっと話しなさい、レンスケ。集中したいところすみませんね。すぐ消えますんで。だから話しなさい。まだ話は終わってません。私、剣崎アリスと申します。改めまして、先ほどはありがとうございました。あなたの勇敢さに心打たれましたわ。とんでもありませんわ。私、今経験初めての。あの、お名前伺っても？もう、そうでしたのね。だから制服が。しかし、健康なら目線に来てくださればよろしかったのに。あなたのような方、オーブごときにはもったいありませんわ。ねえ、オーブの会長さん。欲しいのなら力ずくで持っていた。それがこの町のルール。そういたしますわ。欲しいものはすべて手に入れる主義ですね。傲慢だね。それが剣崎の地区。傲慢ではなく特権ですね。その気になれば
戦わずして弱者を踏み潰せる子供、例えばあなた方の。お嬢、それくらいにしてください。俺の胃がそろそろ爆発しそうです。気の小さい。行きますわよ、レンスケ。なんか本当、すんません。なんだか気に入られているようですね。なんかすごく見下されている感があるのは気のせいでしょうか。そういう考え方は良くないですよと言いたいところですが、そうですね、その傾向はあると思います。去年はこちらを侮ってくれたおかげで勝てましたから。今年もそう簡単にいけばいいな。どうかな。メンバーのほとんどを入れ替えているのか。千景、開会式後から早速動いてくれ。はい、すぐに情報収集始めます。ああ、頼む。どうあろうが負けはしない。必ず叩き潰す。いいな。はい、頑張ります。我々とは事情が違う。暁は一般生徒ですら他校の生徒会に匹敵する強さだ。人材には孤独感だが、奴らはその遥か上を行く。桁違いです。故に十分たったの三人だ。飲まれる。そろそろ時間だな。バトルの前にまずはお行儀よくだ。制服のシワを伸ばしておく。開会式では何百人もの観客に出迎えられるぜ。うわー、忘れてたわ。緊張マックス。あ、私もトイレ行ってきます。ちかげさんがまたスマホに呪文を。ま、なるようになるさ。
まさか暁と当たるとは。去年私が敗北した相手だ。吉岡は無個性な花のない生徒と言われているが、立ち会った人間にしかわからない不気味さがある。やつ、いや、話したところでどうにもならん。自分の目で確かめるとは、この段階で相対することになるのは私の判断ミスだったかもしれん。ああ、そうだな。萎えさせると思って言ってなかったことがある。エキシビションのことだ。昨日競馬みたいだと言っただろ。まさにその通りだ。このエキシビションの結果を見て、観客はどの学園にかけるか決める。俗っぽくてうんざりか。そうか、この一戦で多額の金が動く。賭けの倍率が観衆の期待値だ。スポンサーもその数字を気にする。テレビの取り上げ方も。大人の事情などクソくらいだが、スタートダッシュは肝心だ。ここでスポンサーの機嫌を損ねれば今後に関わる。頼んだぞ、マミヤ。ああ、そう信じている。行ってこい。よう、はじめまして。頑張ってね、応援してる。預けておかなくて大丈夫かい？落としてしまうかもしれないよ。初めてにしては落ち着いてるね。そういうタイプには見えないけどね。ああ、そうだ。戦う前に一つだけ。
開会式前にうちの生徒が迷惑かけてたみたいだね。見てたよ。うちの軍師様が手を回していたみたいだね。警戒が薄いうちに戦力を削っておこうって。大阪マリサさんっていうんだ。そのうち紹介するよ。そうだね。でも僕は君という存在を知れてよかったと思ってる。居合を使うのかな。気迫だけでうちの生徒たちを引かせて。興味があるよ、君の技に。うん、よろしくね。楽しみだ。それではエキシビション第3回戦。ゲットレディー。見せてもらうよ、君の技を。気にしてる場合かな。さあどうする。もっと遊ぼう。予想以上だ。驚いたよ。この結果を誰が予想したでしょうか。まさかの引き分け。転校生間宮浩司くん、その術見事さばききった吉岡伊織くんも見事。健闘した二人に盛大な拍手を。さあ退場だ。先に戻っているよ。おじさん。
お前が何を考えているかは分かる。去年その屈辱を私も味わった。ああ、ここにいる全員で返すぞ。その怒りしっかりと胸に秘めて寮に戻るぞ。はい。僕たちも待ちなさい。何です？なぜ本気を？侵害だな。見やすい。そうですよ。遊び合いよせ。でも構わん。ほんと先輩。はいはい。去年は退屈だったけど、今年のバトルは楽しくなりそうだ。また遊ぼうね、間宮君。食事しながらでいいの？聞いてくれ。初参戦のメイトの千景、すまない。はい。見ての通り、神城には9つのエリアが存在する。中央と8つの学園のエリア。このエリアがまずは宣戦布告、その後にバトル。勝った学園が負けた学園をエリアごと傘下に収める。残り2校になるまでそれを繰り返す。勝利条件は相手校の生徒会役員を全て倒す。ここで注意してほしいのは、5対5のバトルにはならない。大げさな表現ではなく、全校生徒を巻き込んだ学園同士の合戦だ。その認識で問題ない。ここまでで大丈夫です。 DVD で何度も予習済みですので。
では続け、先ほど軽く流したが、バトルを始めるには相手校に宣戦布告するか、あるいはされる必要がある。宣戦布告後に交戦状態へ突入し、バトル終了まで解除される。その間は他校から宣戦布告されることはなく、こちらから新たに宣戦布告することもできます。また宣戦布告をするのも受けるのも1週間に1回というルールがある。仮に交戦状態が1週間以上続いた場合は、解除されるまで宣戦布告はやはりなしだ。
もっとも戦闘が1週間以上続くこと。先生、ああ、噂で聞いたことあります。連戦連戦で短期間で予選が終わると番組が盛り上がらないから制限かけてコントロールしてるって。そんな言い方をするな。週の前半にバトルを終えてしまえば翌週までは宣戦布告される心配もなく休息に当てられて続ける。予選についての大まかな説明は以上だ。次は我々地図をもう一度。予選南に東に西に常に3方向から狙われるのは歓迎できない。ゆえにこの状況を早急に打開する必要がある。本当に常に一個で戦えるんだな。宣戦布告することはあくまでも勝利を認めてもらうための条件であって戦闘するために必要なルールではないんです。うん、宣戦毎年ありますよね。交戦中に他校の生徒が乱入してきて一緒に。そういうことだ。可能性は低いとはいえ周囲の3校が結託して襲ってきたら非常に隣接するエリアに宣戦布告しなければならないというルールはないが、リスクを少しでも軽減するために近場から攻めるのがセオリーだな。できますね。それも良策とは言えません。予選中中央エリアは戦闘禁止区域に設定されているので中央を経由し、もっと単純に最終戦のプレミア感が薄れるからじゃないですかね。そうかもしれませんね。とにかく遠くのエリアに行きたいのであれば他校のエリアに踏み入る必要があります。他人の庭を横切っていくようなものですから、電車で通り抜けるだけでも全力で阻止してきますよ。
ああ、場合によってはそういった作戦を取る場合もあるだろうが、初手は素直に隣接エリアを攻める。そしてマミヤがせっかくいい流れを作ってくれた。どの子よりもいち早く勝利をもぎ取り、さらに勢いに乗りたい。次の資料今週仕掛けるのは、このマーリンズ放課後に出しても交戦状態になるのは明日だ。それでよって独断で進めてしまいすまないが、昨夜の時点で宣戦布告は済ませてある。おそらく放課後までには受理されているはずだ。西高と天馬を攻めれば、暁と冷戦を刺激する可能性がある。いずれ戦う相手ではあるが、ことを構える前にマーリンズを落とし、戦力の増強を図りたい。それに地図を見てもらえれば分かれば、マーリンズを傘下に収めても隣接エリア数を一つ増やせる。他の学園ではこうならない。ここまでで何かあるか。今回は迅速な行動を要したため相談もせず進めたが、次回からは君たちの意見を尊重すると約束する。不満があれば今ここで言ってくれ。
結構。では、近いよ。あまり無理をしなくてもいい。やりやすいようにやってくれ。モニターにテキストを表示してくれるだけでもいい。必要なら私が補足を入れよう。はい。では。急がせて欲しいのは注目が集まればそれもあるわ。あとそれに去年の写真の時は最初の場。ああ、これ以上ないな。最良の滑り出し。リスクを背負う。そのことですが、いい情報もあります。スペンサー兄弟はスポーツマンらしく正々堂々を
ならば話は早い。こちらも小細工なしだ。正面からねじ伏せるとしようか。バトルライブ好きのメイは知っているだろうが、正面突破がオーブのモットー。状況によっては臨機応変に策を練るが、有無を言わせず、言い訳などさせず、圧倒的な力で完膚なきまでに打ち砕く。そういう戦いが好きだ。欲しいのは誰もが納得する。あまりスマートな作戦は期待するなよ。刹那、一般生徒も可能な限り動員する。田中に声をかけておけ。はい。日陰には数名連れて。はい。メイとマミヤは指示あるまで教室で待機していてくれ。はいです。性確認、直ちに戦闘準備を整え、体育館に集合してください。以上。
か言ってないで、早く早く。気分じゃなくて、まさにその立場なんです。もう少し緊張感を持ってください。生徒会としての威厳を。先輩、足震えてるんですけど、大丈夫ですかね。死後はそこまでだ。皆集まったようだ。注目。宣戦布告受理の知らせを聞いた直後に戦闘態勢で集合。戸惑っている者もいるだろうが、多くは察しがついているだろう。これよりマーリンズ国際学園に攻め込む。通常で早すぎる私の昨日エキシビションを見ていたもの、もう伝説のこの目に映るわ。しょおじけづく必要などどこにあろうか。今こそ決起の時だ。その意志確かに受け取った。私に続け。